ザ・サマーセットはアメリカ合衆国アリゾナ州スコッツデール出身のパワーポップバンドである。アメリカの大手音楽雑誌オルタナティブプレスにて100バンズユニード通能イン2010に選ばれた。現在、若い世代を中心に人気を集めている。以前にもバンドを組んでいたゴメス兄弟と幼馴染のジェシーが2007年にボーカルを探していたところブライアンを見出してから始まる。 その後自主制作の EP、ラブ・ザ・ラブ・ユーハブを数ヶ月で7000枚を売り上げる。2008年6月にザ・ミリシャグループからデビュー EP、イン・カラーをリリース。2008年12月には、アッシャーのラブ・インディス・クラブカバーを含むサード EP、ミートメ、オン・ザ・レフトコーストを発表。ラジオ局を賑わせる。2009年10月、デビューアルバム、 ラブライクディスオレザータイに遺跡後リリース。2010年にはバンブーズルやワープドツアーといったフェスティバルに参加。翌年の2011年3月よりオールタイムローのツアーに参加し、同年5月には初の海外公演をイギリスで行う。新作のリリースを控えた6月24日から7月3日までビヨンドザブルーツアー2011にて初来日。 そして7月19日にセカンドアルバム、エブリシングズ・ファインをリリース。全米ビルボードアルバムチャート初登場65よ、記録。2011年11月、前回の来日からわずか4ヶ月という短さで2度目の来日公演を行った。28日には、ホワット・マネー・キャント・バイ・エピーをリリースした。2012年、レザータイから、フィアレス・レコーズに移籍。 2013年4月16日、サードアルバム、レジェンダリーをリリース。2016年4月1日、ホースアルバム、ストーリーズーマンデーをリリース。2017年10月18日、無期限の活動休止を発表。ありがとうございます。